383系電車は1994年に登場した東海旅客鉄道の新種式特急系車両である。1973年から特急、ナノで使用されていた381系を置き換える目的で開発された曲線通過時の車体系車にコンピュータ制御を取り入れた制御不自然進士方式を採用し、 自然進士方式の381系に比べ、曲線通過性能や乗り心地を改善させた。1994年8月に量産先行車が落成し、各種試験走行の後1995年ゴールデンウィークから臨時、シナノで営業運転を開始した。1996年6月より量産車が落成し、 同年12月1日のダイヤ改正から本格的に運用を開始し、シナノの定期列車をすべて置き換えた。1995年、通商産業省グッドデザイン商品選定。1996年鉄道優のカイローレル賞受賞。編成中の電動車と付随車が同数となる、MT 比1、1の列車組成とし、電動車はすべて偶数向きに連結される。 主回路を構成する、伝送機器を、すべて一両の電動車に搭載する 1M 方式を、採用している。各車両の形式は、すべて38、383で、偶数形式は存在しない。貫通型戦闘車、オールステンレス製の軽量構え体を採用し、運転台を含む、前頭部のみ普通構成である。外部塗色は、ステンレス地肌の無塗装で、 車体側面注意にピンストライプ様の衣装としたブラウンの帯を正面及び客室窓直下の車体全周にオレンジ色の帯を配する。客室窓及び正面窓枠周囲は黒色である。客用扉は主に自由席として使用する車両には片側2カ所、他の車両は片側1カ所に設ける。車体断面は客窓部分のみが垂直で屋根型と 総ー素部を車体傾斜に備えて大きく絞っている。輸送状況の変化に応じ複数の編成を並結、切り離しする運用法を取るため、中間に連結する必要のある運転台付け車両の前頭部には貫通路が設けられ、貫通扉として両開き式のプラグドアを備える。常に長野方先頭に連結される運転台付けグリーン車、黒八十三型のみは、 貫通扉を設けず、先頭部には全面展望に配慮したパノラマ様式の座席を設ける。内装はグリーン車は青色基調、普通車はグレー基調の配色である。従来車両に比べ居住空間の拡張がなされ、座席は前後の間隔をグリーン車で 1200mm、普通車で 1000mm に拡大したほか 座面の幅もグリーン車で 460mm、普通車で 455mm を確保している。側窓は、天地寸法を 850mm に拡大している。バリアフリー対応として、模波383型に車椅子対応設備を設けるほか、客用扉にドアチャイムを設置する。新式高動作中視回路制御は、 VVVF インバータ方式を採用し、スイッチング素子に GTO サイリスタを用いた、主変換装置は東芝及び東洋電気製造性である。終電装置はシングルアーム式パンタグラフの CPS27 型で、いずれも JR 東海の在来専用車両では初の採用である。曲線通過対策として搭載された、本系列の車体傾斜機能は、 台車に搭載した、ベアリングガイド式の車体傾斜機構を、コンピュータ制御の空気シリンダで動作させる、制御付き自然進車方式である。車体傾斜を曲線走行時の超過遠心力のみに、依存する 381K の自然進車方式に、見られた、振り遅れ、揺り戻しを解消し、乗り心地を改善して、曲線通過速度の向上を図った。最高速度は、 時速 130km、曲線通過速度は最大で本速時速 35km である。パンタグラフはシングルアーム式で車体の屋根に直接搭載され、制御付き新式機能の使用は、河川の対策がなされた名古屋駅松本駅間に限られる。パンタグラフ折りたたみ高さは 3850mm まで下げられ、建築限界が 中央本線中津川駅伊藤より小さい、身延線への入線も、新紙機能を停止した、条件下で可能である。CDT61 系台車 CTR245 系台車枕羽根に、空気羽根を用いた、ボルスタレス台車 CDT61 系 CTR245 型で、軸箱指示は、円錐ゴム指示、新紙装置として、 ベアリングガイド式の車体傾斜機構を持つ。曲線通過時に線路への大圧を抑えるための機構として、片側の軸箱の支持合成を柔らかい設定として、車軸を常に線路と直角に保つ自己相談機構を搭載する。統計列の自己相談機構は1990年頃から、 東京大学生産技術研究所の須吉田義大助教授らの協力のもと開発が進められた。1991年に完成した試作事故相打台車 CDT-955K2 台は、新療電車区のモーハ380から58に装着され、1991年12月から営業運転に充当し、長期耐久試験に供された。 当時の自己相談機構は 381K や 165K にて、角輪軸の大圧は、拡大車の進行方向前側が後ろ側より常に大きくなっていることに着目し、進行方向前側の指示剛性を柔らかい設定としたものであった。そのため、進行方向に合わせて指示剛性を変える必要性が生じ、各軸箱には、 四字合成の可変機構が内蔵された。1994年8月に落成し、量産先行車にも同じ機構が採用されたが、平均応圧は期待通り低減できたものの、各輪軸の応圧発生状況は想定と異なる結果となった。詳しい分析の結果、ボルスタレス台車では常に前側ではなく、車両単速の応圧が大きくなっていることが、 判明した。そこで1996年6月から落成した量産車では、車両を短足の支持合成を柔らかい設定で固定とし、可変機構を省略したことで保守性も向上した、新しい自己相談機構とした。先行車についても量産車と同様に改造された。なおこの2種類の自己相談機構は、それぞれ別に、JR 東海が特許を出願している。 改正、発電ブレーキ併用電気指令式空気ブレーキである。発電ブレーキを搭載するのは、列車本数の少ない区間では改正ブレーキが、機能しないことがあるためである。保安装置は AT AT、ATS-ST と ATS-PT を搭載する。補助電源装置は、静止系インバータの CSC36 系、電動空気や縮空気は、スクロール式を採用する。 以下の通りである。2021年4月1日現在、新両車両区に本系列前車76両を配置し、以下の列車で使用する。編成の内訳は以下の通りである。基本編成である6両編成と増結用、編成である4両編成、2両編成の走行距離を極力均等化するため、4両編成プラス2両編成で蘇生された。 定期運用が存在する。かつては、季節列車格下げ以前の夜行急行地区までの運用があったほか、セントラルライナーの輸送力不足対応として、専用の313系8000番台を増備するまで運用された例がある。1995年10月には、211系5000番台との、医者種の並結試運転が実施されている。2007年に、臨時、 波動用として残存していた381系が廃車されたため、繁忙期に大糸線白馬駅まで乗り入れる臨時、品の81.84号も383系 A101A103 編成での運行に変更された。2014年7月9日に発生した大雨の影響で、なぎそ駅中に県駅間の橋,梁の橋桁が流されたため、 11日に、上松駅まで、運転再開した際に便宜的に、特急、品野の停車駅に準じた、臨時快速の運用に、同年8月5日の全線再開まで使用された。2016年3月25日までは、品野一往復で、西日本旅客鉄道の大阪駅まで乗り入れていた。ありがとうございます。